ありがとうございます。お次の方いただきます。はい、こちらの方お願いいたします。はい、法というものは、ひとたび誰かの手に落ちると、その時点から抑圧されてしまいます。法が抑圧されると、自由は息ができなくなります。忘れないでほしいのは、人間は本来、あらゆる動物の中で最も尊い存在だということ。しかし、法と正義がなくなれば、最悪の生き物になり下がるでしょう。でも、法と正義は全く別のものでしょう。確かに。ですが、表裏一体とも言えます。そうですか。互いに縛り合っているだけじゃないんですか。八神君は異論があるようですね。どうも。こんな議論が何になるのか。正義など無駄な概念だ。正義は社会の基準だ。だけどそれはいつも没後主義だ。例えば戦争はどうだ。正義の旗を掲げ合い、互いに命をかけるが、実はただの太陽殺人だ。ではこの国での正義とは、権力の道具だ。正義はいつも力のある指導者が決めた基準なのさ。正義を求めるなら、正しき指導者を見つけ出さなきゃ。それこそマジで不可能だろう。人は正義を守るため法律で規制してきた。法など抜け穴ばかりで、悪魔の話、周知の事実だ。自分の正義を探せばいい。それにどんな意味がある。ネタのように空気のように、流れに任せて生きてるんだ。それが僕らの正義なのさ。どこにある、どこにある、正義とは儚すぎる夢のようだ。正義は遠すぎる。広い視野で世界を見ろ。自分の正義を探しながら、この心を満たす何かをきっと正義と呼ぶのだ。それが答えだ。僕の正義は、だとなぜ自らなのか。焦るな、落ち着け、尻尾をつかませるな。顔色も変えず堂々とした態度、あまりに完璧、それがお前の弱点だ。明るぜさ、誰もまだ
ればあいつの罠にはまる。私の名前を必死に探ればいい。知恵比べしよう、負ければ地獄行きだ。勝負はまだ泥だ。先手打つのはどっちだ。ルールなんかもいらない。裏を書いて奴を殺せ。新曲に
その理想は偽りの十字架だ。おそらくその目には何も見えない。物事の上辺を軽くなぞって全て理解できたと思い上がり、お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、はい、初めての、披露ということで、もともと僕はシンガーというかアーティストとしては歌ったことがあるんですけれども、こうして舞台の
ミュージカルの俳優として皆さんの前で歌を披露するっていうことが初めてだったので、とても緊張していましたが、皆さんの期待に応えられるように精一杯頑張りました。ありがとうございます。気合の入れは半端なかった。気合の入れが本当すごかった。もう裏でも L でこうなってました。もうここまでたくさんの方がいらっしゃる と本番なのかなってちょっとね、確かに思うくらいに。そうですね。いやけど本当にいい。あ、そうですね。はい、本当に今日初めてマイクもつけてやったのが初だったので、ちょっと本当に本番さながらな空気感というか、けど逆にこのなんかダイナミックな感じが劇場ではこう響き渡るんだなって思うとちょっとゾクゾクしましたね。でそして皆様が見ている前でこうパフォーマンスをするという緊張の場ではあったんですけども、なんか全員がこうプロの底力を出し切って、これに参戦していたんだなっていうのをすごく感じました。僕もふう君と同じように初めてお芝居ありきの歌をミュージカルとして人前でやらさせていただいたのが初めてで、もう内心は緊張しましたけど、それを外に出さないように凛としてないといけないので、それがちょっと苦労したんですけど、まあ、今の自分ができる 100% ぐらいは出せたかなと思います。あとはパクヘナさんの歌がすごすぎてもう裏で鳥肌立ってました。はい、客になってお客さんなんですよ、ね。はい、僕の番もう終わってた。終わってたしね。あ、そっか。終わってたんで。なるほど。そこそこ。もう完全にお客さんになってました。素晴らしかったですね。日本で着るのは本当にすごい。本当に、ね。今回キャスト一新ということで、このデッドマンの皆が知っているこの作品に参加することについていかがですか。またお聞きください。そうですね。キャスト一新して初演再演と、L 役は小池徹平さんがやっていたんですけれども、もちろんデスノートという大きな作品ですので、そういうプレッシャーもありましたし、数々の名優さんたちが演じられてきた L というこの役を、僕が新人として新キャストとしてやるというのは、とてつもないプレッシャーではあるんですけれども、もう同時に本当に頼れる先輩村井さんがいるということと、たくさんのスタッフさんの中で栗山民也さんの演出だったりということで、本当に楽しくやっています。はい、そうですね。やっぱりデスノートという作品は本当に2003年の頃から漫画で連載されて、社会現象を巻き起こし、映画化され、ドラマ化され、ミュージカル化されと、こういろんなメディアで作られているんですけども、今回新キャスト全員、総入れ替えということで、やっぱりもう皆様の期待を裏切らないような出来にしなければいけないという、強い思いのもと、毎日稽古しています。で今日皆さんもぜひ見ていただいて思ったと思うんですけども、さあどうなるものやらみたいなちょっとプレッシャーというか、さあどうなんだいみたいなエネルギーがすごい感じまして、それに負けないように我々が作るデスノート2020年版を作って皆様の前に出して、でその完成度をなるべく高くして新しいデスノートを見せていきたいなと思いました。はい、もう世界で知られるこの作品に主演として、そして初ミュージカルなのにもかかわらず、こんなすごいステージで、そしてすごい演出でいろんなクリエイターの方々が世界中から集まってものすごい作品を作る中で、こうやって真ん中で立たせていただくっていうのは、本当にこう新人とか抜きにしてもう 200%、300% でやっていかないと本当にもったいない作品だなと思って、もう死にそうになるぐらい、その緊迫感が伝わるぐらいこっちがやりたいなと、それがお客さんに伝わればいいなって今すごい稽古しながら思ってます。この舞台の見どころというか、ここを見てほしいというのは何かありますか？たくさんあります。難しいですね。一つに絞るのがなかなか難しいですね。はい、でもどこだろうな。僕はさっき村井さんが歌ってた、正義はどこにのリプライズ、最後の一幕の最後のやつが好きです。あれはなんかキラって感じがして、で民衆たちにキラキラキラって言われて、で自分になんだ酔ってるじゃないけど、キラなんだみたいなのが最後に見えるのがすごく好きなシーンですね。そうですね、もう本当に見どころが満載すぎて一つに絞るのが難しいんですけど、でも
改めてやっぱり僕が思うことは、このデスノートという作品はこう何度も再演されたり、いろんな形を通して作られたりしてるんですけども、何度作っても新しいものができるというか、このデスノートが持つ世界観の強さみたいなものをすごく感じ取ることができて、本当に何でしょうね、毎回毎回見ても新たな発見がある、そして考えさせられる作品だなと思っているので、もう作品通して全ての人々の思いみたいなのを見ていただきたいなと思っています。はい、まあこの、ね、デスノートという作品、うん、まあいろんなその人に分かりやすく刺さるものがあるなとは思っていて、まあメディアで、まあ、すごく省きますけど、いろいろなことが世界で起きてるじゃないですか、そういうものを、まあ、考えるきっかけになるなというのを思っていて、まあ、僕らは、まあ、日本人ですので、うん、今回の曲でいうと正義はどこに、一番最初一幕一話の、今日でいうと海君が歌ってたのシーンとか、教室のシーンでまさにリアルに学生たち高校生たちの中でああいう、まあ、隠してるけど実は胸の内に秘めた何かどこに向けていいのかわからない怒りだとか不満だとか、そういうのが絶対今のこの現代社会であると思っていて、そういうのをしっかり僕らで考えながらこの作品と向き合っていきたいなって思います。役が決まってから普段の生活でなんかその矢上ライトっぽくとかエルっぽくなんか入れたりとか努力してることってありますか？あ、なるほど。まあ、ふう君はやっぱりね、L 感がすごいよね。すごいそうですか、うん、デニムでだって稽古してるのさ、はい、宝塚のトップの人しかできない伝説になってるけど、はい、すみません、ちょっと、いやいや、でもね、役に入ってるということで、うん、すごい、うん、だから裸足でもいつも稽古してるんですね。そうですね、いつも裸足だから冷えるよ。そうなんですよ、あのこういう、うん、あの一回そのステージ上で裸足いることはいいかもしれないんですけど、ステージ降りたらまあいろいろね機材とかもありますし、裸足いたら危ないということで、村井さんがわざわざ僕のためにスリッパを持ってきてくれたことがあるんですよ。いやだって怪我したら危ないからさ。そう、優しい。スリッパ履いときっつって。お兄ちゃん、お兄ちゃんみたいな。お兄ちゃんなのかおじいちゃんなのか。いやいや、お兄ちゃん。すぎです。あのお世話になってますいつも。それぐらいね、役作りね励んでるもんね。はい、いやすごいなと思います。ライトはね、まあどこなんだろうね。僕は一つやってることが新聞を読むようにしてます。今日本でどういうことが起きてるのかとか。はすごい栗山さんもすごい気にする方なので、やっぱ演劇をやる以上、まあ、ミュージカルっていうのもありますけど、やっぱ栗山さんは演劇をやられてる方で、その上演する時代をこうやっぱ投射していくっていうのがすごい演劇をやる意味があるなってすごい僕は思うので、まあ、日本のいろんな事件とかなんか分かんないけど社会で起こってることをちゃんと理解しておこうと思って新聞は読んでます。毎朝そこで早めに来てこうやってお父さんみたいって言われちゃってまだ22歳なのに勉強熱心でさくらちゃんに言われちゃうんです。みさみさ、お父さんみたいですなるほど、年的にはお兄ちゃんなのにお兄ちゃんなのにそうですね、僕はもうそうですね、ライトはでもなんかすごく、まあ、舞台あるあるじゃないんですけど、こう舞台の中であるセリフとかを結構なんか日常でも使っちゃう時があるんですよね。まあなんかどれって言われるとちょっとパッと思い浮かばないんですけど、なんかそういうところの言葉遣い、言葉の選び方とかがだんだんとこう自然にこうライトの雰囲気というかライトの価値観みたいなものにつながってるのかなとは思いますね。何使うんですか、新世界の代わりになるか俺やばいな、一番どこで言うんだろう、家の中でもやばい、電車でもやばい、コンビニとかですかね、やばい、360円のお釣りになります、新世界の代わりになる、いやわかんない、いやでもワールド出さないで今仕事中だから、いや急にぶった切るすいません、いつもこんな感じです楽しかったです、ありがとうございます。はい、この作品で、この作品で始めました。伺いの人どうでした？忘れちゃったな、結構もう、もう毎日一緒にいるから、うん、第一印象何だったっけなっていう、でも不思議ちゃんだった、不思議ちゃん、うん、お何ちゃん
真面目ちゃん。そしたらポーカーフェイスでなんかイメージ。あ、本当ですか。うん、クール。クールちゃん。クールちゃん。クールちゃんで真面目ちゃん。真面目ちゃん。あ、ちょ、あ、ま、真面目ちゃんでした。ま、俺真面目ちゃんのイメージだった。あ、そう。どうも、楽しみです。見てきて。あ、すごい。礼儀正しい。まあ、こういう機会で、1日にまとめて30社くらい取材を受けるっていう日があったんですけども、うん、あった。その時もう初対面で村井さんと、うん、でずっとこうやって僕がねやっていたら、ふうくんこれは面接じゃないからもっと力を抜いていいんだよって言ってたね。なんか俺だんだんそんなこと言ってた。言ってました。あ、本当？台風とかでさ遅延で焦ってなかった。そうなんです。しかも天候で電車遅れてすぐガチガチでやばい遅れちゃったみたいな感じでさ、うん、確かに確かにそういうこともありました。え、しょうね、ちょっと浅はかなんですけども、背が高いなっていう。浅はかだな。いや、でいいです。第一印象だから。そか、あんたそこ、背高いな。そうですね。そうですね。そうなんだ、確かに。そうか、そう、そうか。でも、ライトの、なんだろう、ちょっと原作を見ると、王子様感というか、そういうなんか優等生で、何もかも完璧でっていう意味で、まあ、僕は今、170、ちょっと、もう少し欲しい、ちょっと低い方であるんで、その、カイ君と始めた時に背が高いなと。すいません、第一印象でした。僕はシークレットブーツを買わなきゃと思いました。早いですけどね。早い。一言です。高橋風です。今回の、デスノートザ・ミュージカルでエル役をやらせていただきます。本当に、大きな作品です。大切に稽古を踏んで本番を迎えたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回八神ライト役でやらせていただきます海将馬です。今回僕はオーディションでこの役をどうにか勝ち取れたんですが、そういうなんか新人だからっていうことをに甘えずに、もうこの作品を背負っていけるぐらいの懐の大きさを持てるように今から稽古を必死に頑張ってやっていきたいと思います。ぜひ劇場に来てください。よろしくお願いします。はい、八神ライト役を演じさせていただきます村井亮太です。このデスノート・ザ・ミュージカルは本当にトップクリエイターの方たちが集まって、作られた作品です。本当にこの演劇でもありミュージカルでもあり、でも音楽はロック調でかっこよくもあり、でも心に響く、もう本当にいろんなエンターテインメントが、詰まった作品となっておりますので、ぜひ劇場で体感しに来てください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。